皆様、こんにちは。ニュースキャスターです。本日、私が住む地域は、一日中雨が降っておりました。雨の日は、気分が落ち込み気味。そういう時こそ、気分転換が必要なのでしょうね。だから、今日もニュースをお伝えしていきますね。ぜひ、チャンネル登録をしていただき、最後までご覧いただければ幸いです。少し情報提供が遅くなってしまったのですが、月組公園の情報が入ってきたので、お伝えしていきます。2022年5月14日から5月23日まで、舞浜アンクシアターにて、月城かなと、海の美月主演、レイン、オン、ネプチューンが上演されます。今回で、3度目となる舞浜アンクシアターの公演は、芝居仕立てで紡ぐショースペースと、クラシカルでスペクタクルなフィナーレ。新たな試みによる2部構成で送る、コズミックコンサート、になるようです。なんだか、新たなトップ2人の姿が見れそうで、楽しみですね。2022年5月3日から、5月10日まで、日本青年館ホール。2022年5月18日から5月26日まで、梅田芸術劇場シアタードラマシティ、にて、暁知性主演、ブエノスアイレスの風、光と影の狭間を吹き抜けてゆく、が上演されます。暁さんにとって、今回の作品が初登場となります。おめでとうございます。この作品は、過去に、しぶきじゅんさん、ゆずきレオンさん、という、ダンサーの方々が主演を務めており、やはり、今回も、ダンサーである、暁さんが選ばれた。ということで、間違いはないかと思います。相手役さんが、一体どなたなのかも、注目です。2公演とも、楽しみですね。さて、現在、絶賛上演中の空組公演プロミセスにつきまして、情報が入ってきましたので、お伝えいたします。今回の公演については、著作権上の理由により、生配信、ディスク化及びスカイステージでの全編放送はなしということのようです。とても、評判が良い作品のようでしたので、見たいと思っていたのですが、感激できた方は、ラッキーですね。また、私に感想をお寄せいただければ嬉しいです。では、ニュースは以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、どうぞ、よろしくお願いいたします。